南部都市は、江戸時代中期の大名。道の区国森岡藩の第八代藩主。下には十四4した、大前大部。享保九年とも、第六代藩主、南部里美紀の長男として誕生。原文三年十月二十一日、いとこで七代藩主、南部里氏の養子になった。同年十一月一日、第八代将軍、徳川吉宗におまみする。 原文4年12月16日、15位下、信濃守に助任する。原文5年11月19日、前田俊明の娘と結婚する。法歴2年5月25日、李氏の死去により、家督を継いだ。名は3年12月16日、14位下に昇進する。治世中は、連年の強作による大飢饉に見舞われ。 高歴6年には餓死者や病死者が6万人余りに上った。加えて、数度にわたる幕府の手伝い武進により、犯罪性は極度に疲弊した。長男、李金は、惑星産業を格作して、重心と圧力を生じたため、安永三年に乱心を理由に拝着し、先代、李氏の六男で旗本となっていた、南部と政を養子氏として、家督を継がせた。ここに、 森岡藩南部下は、五代新恩六代リ美七代利シ八代、年尾年正と新恩系と立吉系から交互に藩主が両党設立される事態となった。安永8年に死去した。藩政を過労任せにして、総始郎というのみだったので、総始郎殿と陰口されたという。法暦5年頃、年尾の大の過労、川洋人、上司保護主要家臣は、下の通り、 ありがとうございます。